服、あ、後頭部はマジで痛かったわ。やばいぞ。結局いっぱい住みるとおけんさ、俺どこが一番痛かったんですかってよく聞かれるの。もう後頭部です。後頭部がズバで一番痛い。あのエビってね、露骨にその日の自分のコンディションに左右されるじゃん。だけん腹が減っとったりしたらいつもより痛いし、睡眠時間が足りんかったりしたらいつもより痛いと。そうなよ。もうね、本当にその日の、まあ、体 の、 あのなんかポテンシャルみたいなのがめちゃくちゃ露骨に結構反映されるじゃん。もうマジマジマジ。あのね、あとあのなんか場所場所とかあるっちゃけど、まあ、それでも万全で行った日と万全じゃない日はもう普段痛くない場所が痛いんよ、めっちゃ。そうで、俺後頭部入れる前まで人生で一番痛かった部分って、あの両脇腹にね、あのなんか葛藤猫の墨が入っとっちゃうけど、こことここに、あのさ2匹入っとうけん、こっちとこっちにね、1匹ずつ猫の墨が入っとっちゃうけど、ここもうね、おっきい唾出た。おっきい、興奮しすぎて俺おっきい唾垂れた。あのさ、あ、そう、丸尾だよ。丸尾と正金が入ってんだけど、あ、そうだね、もうここの、あ、いいよ、ここ、こっちとこっちに入っとっちゃうけど、ここがね、もうマジで痛くて、こことここが。で、そもそも脇腹ってバリクソ痛いんよ。あんで、そもそももう脇腹ってもう痛さの中でも結構バチクソ痛い部分で、なのに、いや俺どっちも1回で終了させたかったけん、こっちを5時間ぐらいかけて一発でバーン完成させた後、そのままそのスタジオのタトゥーベッドで4時間寝て、4時間寝てからこっち側をもう5時間掘ったっちゃう。もうその4時間睡眠で掘ったこっち側がもうマジで痛くて、え、俺だってすごい痛すぎて ずっと我慢しとったっちゃう。我慢しとったら俺ジンマシン出たけんね。もう体が限界迎えすぎてブワーっと俺ジンマシン出て、もう途中でクソ痛すぎて、もう、いや、あのね、泣くとかじゃないけん、もうそう、ジンマシンがドゥワーって出て、めっちゃパンパンなって、いや、あのね、いや、俺なんか麻酔とかも、もうなんか塗ってもらったりしたと。でね、これ罠なんやけど、なんか堀氏が、おいみたいな、おい、フォーイみたいな、これめっちゃいい麻酔が手に入ったけん、他のお客さんにも使いたいけんさ、試しに塗らしてくれんって言われて、仕方ねえなってなるやん。そう、別にみたいな、まあ、俺が麻酔使ってって言ったわけじゃないしみたいな、そう、別に、え、使ってほしい、どうしてもみたいな、しょうがないなみたいな、そう、ちょっと前、まあ実験台やけんな、仕方ないわって言って、なんか塗ってもらったと、もうウキウキよ、痛くない痛くない、やったみたいな、麻酔塗られるみたいな、やってやった痛くないわってなるわけよ。嬉しいな嬉しいなみたいな、もうこっち内心ウキウキと思ってたら、まあ別にしょうがないっすみたいな、まあ実験なら別に全然いいっすみたいな、しょうがないっすと言っとって麻酔塗られるやん。あのね、人間の体で俺分かったことがあって、あのある程度のジブのガンシールと一緒、ある程度までダメージ防ぐけど、もうある程度以上超えたらバーコーン痛くなるけん、完全にガンシ、あれガンシと一緒やん。確かに最初の方はあんま痛くないじゃん。でもこっちも麻酔塗られとと思うけん、ちょっと気持ち緩んどんや、なんか気持ちがね緩んどっちゃん。俺も、あ、麻酔塗られるから痛くないんでしょっていう油断をしとけん、倍痛いんよ。なんか痛みが蓄積で吹っ飛んだ時にこう、もういつもの痛い気がするじゃん。ほんでもう、あ、首はね、あ、まあ、そこそこ痛いよ、そこそこ痛いけど、正直別に脇腹の方が痛かった俺はっていう、いやけん、あれ多分麻酔も使わん方がいい、吹っ飛ぶよ、吹っ飛ぶけんやめた方がいいって感じで。俺はちなみに吹っ飛んだけん、いや、マジとんでもなかったわあれ、すげえ痛かったです。怖かったよっていうのがあってね。そう、なんか、あ、で、あ、でね、でっていう、そのこっち5時間やってタトゥーベッドで4時間寝て、いや、起きてやったもう5時間のここが一番痛かったと。俺の体の中でどこが一番痛かったのって言われた。あとお尻の近くなんやけど、でもそこと同じぐらい後頭部が痛かったと。で、俺後頭部に住みでるって言った時に、後頭部ちなみにめっちゃ痛いけんお前覚悟しとけって言われて、まあどうせいつもの脅しやろうなって思ってたっちゃん。したら、いや俺の弟子めちゃくちゃ墨入っとうけど後頭部に墨入れた時失神したけんなって言われて、何それと思って、突然俺みたいな、何それ、あのね、なんかあの人によってはめっちゃ熱出るやつがおるよ、それ結構なんか体質でさ、失神したよ俺の弟子って言い出して、失神と思って、失神と思って、いや、あんなか結局墨入れて痛い場所って神経がいっぱい通っとう場所だよね。で、後頭部なんか神経の温床らしいんよ。
後頭部って神経しかないらしいっちゃうマジで痛いけんもう失神するかもしれんけど、その堀氏的には失神された方が楽みたいな、ガンガン進めれるけん、失神したらブリブリ飛ばせるけん楽やけんみたいな、失神するかもしれんぐらい痛いけんお前気をつけろよって言われとって、はいはいとか言いながらバンやられて、いや失神はさすがにダサいっしょって育ちゃんね、俺シーシーって言うだめろ、俺滑舌悪いっちゃん、ベロにたまに2個ついとけん、まあでもなんだかんだね、まあ、失神ダッサって思っとったっけよ、その入れるまでの俺はね、でも入れ出されて、俺この後頭部に墨入れて失神したやつは1ミリもダサくないわって思うぐらい痛かった。俺後頭部も今髪の毛入っとるけど、ここら辺まで入っとっちゃうけど、ここからここね、面袋が入っとっちゃうけどさ、もうなんかもうマジでやばかったよ。だってその4時間寝てやったここの5時間と同じ万全の状態で同じぐらい痛かったけん、4時間しか寝ずにここ入れとったら俺多分意識吹き飛んどうと思う。ちなみに頭の横は全然痛くない、あの翼ここら辺まであるけど、こっちマジ楽やった、ここの両サイドは楽やったけど、後頭部がマジで痛い。ちなみに頭の中で後頭部が圧倒的に一番痛いらしい。後頭部はマジで痛かったわ。いやドラケン横やけん、あのここら辺は別になんか全然俺多分脇腹の方が痛かったわ。ベロ、うん、ドラケン嘘やったけど、いやまあでも普通に痛いよ、普通に痛い。ちなみに腕が一番痛くない、もうこことかアホ、俺なんか寝と間に終わった、普通に寝とった、失神したら痛くないけん、ガンガン進めるらしい。あそうそうそう、あっその時俺後頭部痛すぎて永遠と TikTok でギャルの尻と父の動画を、1個の動画を俺100万ループぐらいしながら耐えた。もう痛すぎてスライドする元気もないと、俺痛すぎて携帯の画面をスライドする元気もないっちゃう、スライドする元気もないけん、お前ギャル4人ぐらいがお前なんかビキニでプールサイドでずっとこういうダンスしとのだけを俺100万ループぐらいして耐えた。もう一人の女の子をじっくりピント合わせて、もうここにフォーカスだけ向けてっていうのを4回繰り返して、端まで見たらもう1回こっち見て、もう あいつら4人の顔はマジで忘れない、あの救世主マジでマジでやばかったマジで。いやそう、でもそう、それ死ぬ前にさ子孫残そうとしたやつっていうやん、入れ墨入れ終わった後めっちゃセックスしたくなるけん、チナあれ本能なんやろうね、墨入れ終わった後めっちゃセックスしたくなる、多分ね人間の本能やけん、生殖本能が騒いどう、マジでやばいよ。なんかあれなんか耳の裏痛くないらしいよ、すげえ聞くわ。堀氏は俺の親友のお母さんの彼氏やった、そうびっくりした、そうそれで18の頃ってやったらマジ瀕死やけん、普通にもうあのポケモンセンターに連れて行ってほしい、いやマジでやばいよ、とんでもない、いや本当に多分生殖本能がもうマジこんななるんやろね、死にかけるけんもうあーみたいな、子孫残さなきゃみたいになるんよ、あ結構近いよ、そうそう結構複雑、目にいやないよ、俺目に入れたら怖いやろ、俺目に墨入ったやつ怖いと思う、でも同じぐらいかっこいいと思う、もっと背中に竜の入れ墨入れて、おーいいやん、俺背中ちょうど竜よちなみに俺の背中の入れ墨はちょうど竜やけど、奇遇やね、かさぶたって、あそうでもその後マジでかい、そうこれね入れ墨ってね、まあ入れとう時も痛いんやけど、その後マジでかゆいんよ結局おっきな怪我やけん、店俺この前見したぞ、あのねいやいいけどさ、なんかねマジでその後のねなんかあれがかさぶたがマジで痒くて地獄なんよ、もう結局大きい怪我やけん、大きな怪我やけんさ、なんかもうかさぶたでもなんかね、かさぶたっていうかなんかね、炭の怪我ってかさぶたじゃなくて日焼けした後さ、あの皮むけるやん、あれなんよ完全に。いやなんか掘った通りにかさぶたになるっていうか、なんか、ね、かさぶてにはならんっちゃうけど、その日焼けした後ってさ皮ペラペラむけてくるやん、あれないよ完全に、あれと